今から政府開発援助等に関する特別委員会を開会をいたします。委員の異動についてご報告いたします。梅村聡君、竹谷俊子さん、高橋光雄君、井上聡君、大野康忠君、高橋克典君、藤井元之君および松山正治君が委員を辞任され、その補欠として鈴木宗男君、若松兼重君、山本博史君、岩渕智さん、有村春子さん、太田房江さん、堀井巌君および足立俊之君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。政府開発援助等に関する調査のため、本日の委員会に外務省国際協力局長鈴木秀夫君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。政府開発援助等に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人国際協力機構理事長北岡伸一君および同理事本瀬幸三君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。政府開発援助等に関する調査のうち、参議院政府開発援助調査に関する件を議題といたします。本日は令和元年度参議院政府開発援助調査派遣団参加議員の方々から各10分程度ご意見を伺った後、60分程度委員間の意見交換を行いたいと存じます。ご意見を表明していただくのは、第一般のフィリピン共和国、インドネシア共和国については岩井茂樹君、第二班のブータン王国、タイ王国については有村春子さん、第三班のタンザニア連合共和国、ウガンダ共和国、エチオピア連邦民主共和国については太田房江さん、第4班のアルゼンチン共和国、ペルー共和国については堀井巌君です。なお、ご意見を表明する際は着席のままで結構でございます。それではまず第1班の岩井茂樹君からお願いいたします。岩井